どうも、哲学徒です。えー、今回はですね、えっ、ー、と、まあ、結構ビクターブラン始めてみたけど、えー、敵が硬すぎて、えっ、ー、と、ヘックスとか大量につけるとね、えー、なかなか死ななくて、むちゃくちゃ爽快感が削がれるんだけど、っていうね、えー、ことについてお答えしていきたいかなと思います。えー、結構ね、このゲーム大事な要素として、えー、まあ、こうやってね、あのー、棒、攻撃力上げたのになんかあんまりダメージ入らない、 っていう時ってあると思うんですけど、これ原因としてね、一つ考えられるのが、えー、アーマー貫通がね、えー、少なすぎるっていう可能性があるんで、ここのところをね、だいたいね、アーマー貫通120ぐらいあるとね、えっ、ー、と、大体の敵に攻撃が通るようになるので、まずね、アーマー貫通をね、増やしてほしいんですけど、えー、増やすときね、結構いいカードとしてね、あのー、 このデビルっていうカードあるんですけど、えー、装備中のウィックドカードにつきア、えー、アーマー貫通プラス20つくっていうやつなんで、これをね、中心にちょっと、えー、一回ビルドをね、組み直してみます。このね、デビルっていうカードはレベルアップでね、もらうことができるので、まあ、選択していた時にね、デビルにして、で、これウィックドカードのね、 えー、数だけ、えー、貫通力上がるんで、ウィックドをなるべくたくさんつけた状態で、えー、またね、やってみると、結構ですね、ダメージの貫通力が大幅に上がるので、あのー、武器のね、攻撃力自体上げたのに火力が出ないよっていう人は、貫通力が足りなくて、えー、まあ、要するに敵がその、についてる、えー、防御力が、えー 削れててないい状態って可能性が高いので、まあ、結構ね、これ使ってあげるだけで、えー、貫通力上げて120を目安に上げてあげるだけで、えー、ダメージがね、むちゃくちゃ出るようになるので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、この貫通力アップっていう武器をね、たくさんつけてあげるとかなりね、えー、難易度を上げても、えー、敵がね、倒しやすくなるかなと思います。 で、武器のね、貫通力は強化でも上げることができるので、とにかくですね、アーマー貫通だけでも、えー、強化していくとかなりね、えー、その後の進行楽になるかなと思います。アーマー貫通は、えっ、ー、と、ちょっと一回拠点に戻って、えっ、ー、と、アーマー貫通はね、結構ね、簡単に強化できて、この編成で、 えー、さっきの、えっ、ー、と、例えばベラの、えー、場合なんですけど、ペアを、えー、ベースにして、で、アーマー貫通はね、この、えー、パワーの中でも、これレジェンダリー何でもいい,いいので、あの、あ、レアリティは何でもいいので、えー、この指定された素材ですね、を入れてあげればできるので、 えー、今ちょうどないですけど、えー、ないかな。ショックウェーブじゃないね、これ。三銀だと思うんだけど、三銀があ,あればこれできるので、えー、まあこれ、効果低くてもいいので、とにかく三つ揃えて、アーマー貫通だけでも、えー、120、えー、全部で120を超えるようにしてあげると、えー、一気にね、この、 普通の、えー、攻撃力の強化分のね、ダメージが出るようになりますんで、ぜひね、あのー、攻撃、敵が硬くて倒せないよっていう人は、アーマー貫通っていうステータスにね、えー、ちょっと、えー、注目して、そこを120以上に保つようにしていただけたらなと思います。えー、まあ、攻略の参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。哲学とでした。